皆さんこんにちは、神谷聡平です。本日は参議院議員の鈴木宗男先生にインタビューをお願いしていきたいと思います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、鈴木先生は WCH の議連でご一緒させていただいておりまして、いつもですね、関連の方々に対してビシッとあの言っていただけるので、我々若手からすると非常にあの助かっております。感謝しております。はい。今回はあのその WCH とはちょっと関係ないんですけども、あのロシアとの関係について、もう先生の初当選が千百八十三年。はいはい。 でも、私が本当にまだ小学生ぐらいの頃から国会議員をされているということで、はい、約40年間ですね、はい、あの国会議員をやられて、そしてまあ、ロシアとの外交をものすごく力でやってこられたと思いますので、今、まあ、ウクライナ、ロシアの問題でいろいろと関係悪いんですけども、ま,あ、まず最初に先生お聞きしたいのは、この40年議員として見てこられた日露外交について、先生がこうどういったふうに捉えておられるのか、まず今日はそこからお聞きしたいと思います。はい。日露関係を語るとき、やはりあの、 1991年、はい、ソ連が崩壊してロシアになる。はい、この年が一つの新しいスタートになりますね。はいうん、この91年の4月に、はい、ゴルバチョフ大統領が来られました。はい、ソ連の最高首脳として初めて日本に来られました。はい、共産党の指導者でありながら、ゴルバチョフさんは ペレストロイカとか、グラスの土を言われました。いわゆる改革とか、情報公開ですね。はいはい、共産党のリーダーが面白いこと言うなと思って、私は見てました。はいうん、ちょうどその時私は外務政務次官だったんです。はい、今でいう外務副大臣ですね。はい、私はゴルボチョフさんを4日間ご案内しました。はい、共産主義のリーダーというとなんとなく暗いイメージですけども、うん、ゴルボチョフさんは ライサ夫人を伴ってです、ね、来日されて、共産党の指導者はそもそも奥さん連れてくること自体が珍しいんですけども、はい、とっても明るいこの雰囲気を持ってましてね、うんはい、何かこのソ連は変わるなという、うん、気持ちは持ってました。はい、そうしているうちに、8月、あの、保守派によるクーデーター未遂事件がありまして、はい、で、12月には、 ソ連が崩壊して、ロシア連邦共和国がスタートする。エリツン大統領ということになりましたね。その時からロシアは自由と民主、経済も市場経済、日本と同じ体制枠組みになりましたね。これはチャンスだと思って動き始めた。もう33年前になりますけどね。 あれが天気だなと思ってます、うんまあね、その時まだ先生43歳で、と私が今46、はい、世界6なんで、はい、私ぐらいの時に、もう副大臣の立場で、はい、もう外交のど真ん中でやれた、はい、ということなんですけれども、そ、ま、れ、あ、チャンスだというふうにお答えになったんですけど、どういったところ、やっぱ北方領土の問題とか、そういったところですかあの世界の大国である日本と、ロシアが、はいはい、国境線も決まっていなければ。はいはい 平和条約がない。うん、これは私はやっぱり異常だと思いましたね。はい、特にやはり戦後の未解決の問題として、はい、領土問題では北方領土と竹島問題がありましたから、うんはい、韓国との関係ではもう話し合いできる雰囲気はなかったですから、はい、ゴルバチョクさんが来た際、回復、 時の総理との間に、四党の名前を出して、これは未解決の問題だと、まずは認めらせました。はい、エリツンさんも、それを引き継いで、話し合いで解決すると、こうなりました。はい、これはチャンスだと私は思ったのと同時にですね、うんはい、平成5年。はい、自民党がゲアしました。はい、補足は制限になりました。 細川さんの時、エリゼン大統領は来られました。はい、この時、東京宣言というのを出して、江戸六、国シ,リシコタン・ハ歯マイの名前を出してですね、話し合い、はい、で解決しようというですね、あの、国会演説をしてくれましたね。はいうん、あ、これ流れは変わってないなと、こう思いながら、うん 当時、あの、私は野党だったんです。はい、野党ですから、あの、外交は、まあ、あの、政権主導ですから、何も、口挟むことなかったんですけども、国会質問なんかでですね、私はやはり、この日露関係の重要性と、北方領土問題を解決する。はい、そのためには、環境整備だと、うん、いうことで質問して、平成5年にその細川政権ができて、 平成6年で、肌政権ができました。肌、はい、さんの時の外務大臣が柿沢浩二さんという人だったんです。はい、この時、6月2日、忘れもしませんね。衆議院の外務委員会で、私はその、安全操業。はい、お互いの立場を害さないで、まあ、日露、両方、双方が仕事をすると。 あの、いわゆる、北方領土の周辺で、魚を取らせてもらう。はいうん、その提案を私がしたところ、柿沢外務大臣は、何ができるか検討しますと言ってくれたんです。はい、あ、これは締めたと、こう思って、その後の二月月後に、村山富一政権ができました。ああ、そうですね。はい。そして、自民党が担いだ。うん。 当時、これ社会党の委員長を担ぐ、日の丸君がよ、自衛隊、日米安保条約認めない人を担いだこの自民党っていうのも、全くですね、この、やっぱり権力というものに、まあ、執着したんだなと思ったけどもですね、村山政権ができて、河野洋平自民党総裁が、副総理で、 外務大臣になりました。そこで11月にロシアのサ,クサツコペッツという第一副首相が日本に来られた。はい、そこで河野外務大臣から私はそのハダ政権の時の柿沢外務大臣に言った安全操業をしっかり交渉していこうということを決めたんです。はい、それからダイナミックにですね、うん、日露環境は動き始める。はい、ああ、なるほど。そして、はい 今度平成8年1月に村山総理は突如辞めるんですよ。そうでしたね。1月4日急に辞められた伊勢神宮をお参りしたこ後れ後辞任声明を出す。そこで橋本さんがなる。もう橋本さんはまた日露関係に大変熱心でした。私もとにかく対露政策の決定には。 橋本さんから呼ばれて、アドバイスを求められてですね、進めていきました、はい。そして平成9年、橋本総理はクラスのヤルスクで、エリツィン大統領と会談した際、いわゆる2000年までに平和条約の締結に向けて全力を尽くすというですね、あの約束を。 されました。あそこまで,行ったんです、ね。はい。はい、ちょうど、2000年までに、3年残ってましたから。はい、私はこれ、3年の間に、なんとかなるぞ、という思いでですね。はい、あの、動きました。うん、そして、エルゼン大統領が、今度は河原に、あの、来られました。で、河原で、橋本総理は。 エトウロフ島とウルプ島の間に国境線を引いてくれ。はい。こういう提案をされました、うん。これ外務省はまだ表で出してませんけどですね、はい。この時エリゼン大統領は、興味深い提案だ。はい。今ここで答えてもいい、はい。そう言ってくれました。そこまで言ってたんです。はい。平成9年の4月です。はい。平成9年の4月。はい。 そうすると、ヤストリティムスキーという大統領補佐官がおられまして、彼が止めるんですよね。うん、大統領と。本国に持ち帰ってから返事しましょう。ああ、ちゃんと止めたい人がいたんだ。はい。あの時、ぬかが、今の衆議院議長が副長官でした。はいはい、丹波という外務省の外務審議官もいたんです。はいうん もし私がそばにいたら、私は、その安田ジムスキーの発言止めましたね。うん、大統領が答えたいっいうここは首脳同士の話だから、答えをもらおうじゃないかと私は、橋本さんに私ないば言いましたけどね。ぬかがさんも、丹波も、引いちゃったんですね。引いて、ここはい、黙っちゃう。はい、で、その安田ジムスキーに、剣幕に押されて。うん、ところがその時、11月に、 半年後に、橋本さんが今度モスクワを訪問すると、いう約束はできたんです。うん、できた。はい。で、その時、返事をもらう。うん。こういうことになったんです。はい。ところが、それが4月ですが、はい。7月に、選挙があって、はい、うん。そして、橋本さんが負けちゃうんです。はい。橋本さんが退陣する。はい。 私は参議院選挙から退陣する必要ないと、橋本さんに言ったんです。はいうん、衆議院ならば解散で、政権選択選挙ですから、はいはい、これは責任あると負けたらね。しかし参議院は、人気満了に伴う選挙だから、辞める必要ないと私は橋本さんに言ったんだけども、当時私は閣僚でしたから、はい、橋本さんに言ったんですけどもね、いや、胸ちゃん、ここは潔く行こう。もう橋本さんが全くですね、 スパッとね、見押しをしましたね。うん、なるほど。そして、橋本さんが辞めたもんですから、今度、おぶさんがなりました。はい。おぶさんはまた、橋本さん以上にですね、はい、この、ロシアに、かける思いは強かったです。うん、はい。で、私は大臣から、今度横滑りで、官房副長官になりました。うん、はい。そして、11月、小ぶ総理は、昭和47年の田中角栄さん以来の、はい。公式訪問で、はい。うん。で モスクワに行くわけですよね。はい、その時、エリゼンさんなを観覧しました。はい、その時、やっぱりエリゼンさんは体調を壊してましてね。ああ、もうね。もう十分なですね、やっぱりこの決断力というか、はい、は乏しかったですね。あの、それでも、ブ渕総理はこの時ですね、自由訪問という、新たな枠組みを取り付けました。あの、北方四島の訪問は、 元島民の母さんだけは認められていたんですけども、はい、ゴルバチョフさんが来たとき、ビザなしコールと言ってですね、はい、ビザがなくても、いわゆる北方領土問題の、島民はもちろんだけども、はい、その運動関係者も生きるような提案があって、それを日本と協議の上で決まったんです。はいうん そのビザなし交流に、さらに、この母さんの二世三世の皆さん方も、自由に行ける、はい。そして、あの、民間の人らも行けるという枠組みにしたもんですからですね。これは一つの大きなあの前進でした。それともう一つ、領土問題を、やっぱり解決するですね。新しい、あの、この、チームを作ろうと、はい。 いうことでも合意したもんですから、うん、まあ一定の前進でしたが、はい、橋本さんが提案した、はい、エトロフ島とウルプ島の間に国境線を引く、うん、この答えについては、はい、日本も熟慮に熟慮をして提案したものだと思うが、はい、ロシアとしては受け入れられない、はい、というのが、まあその時の返事でした。はい、ただそれでも我々、あの、 交渉は続けると、はい。いうことで、はい、その自由訪問という新しい枠組みも取れたもんですから、はい、まあ、それなりに頑張っていきました。はい、それが、あの、平成10年の11月です。はいはい、平成11年、これ12年と動くんですけども、はい、エリセンさんが体調を崩しても、外交の、 全面に出ることなかったですね。はい、この平成11年、はい、12月31日、はい、エリゼンさんは大晦日の日に記者会見して、はいうん、私は大統領を辞任する。つ、うんはいでは大統領代行に、はい、裏じめるプーチンを指名する。はいうん、こういうことになりました。はいうん、で、年が明けて、 1>, 1月17日、小渕総理が、ウラジミル・プーチン大統領大庫に、就任祝いの電話をしました。はい、ご就任おめでとうと。うん、ついては、私が最も信頼する政治家、鈴木宗男君を派遣するから、はい、首脳会談の日程を取り付けていただきたい。はい、外交ルートであると時間がかかる。うん、ここは政治決断で行きたいと。はい オフィスさんが提案しましまた、うん、プーチン大統領代行は極めて冷静で、はい、あの、3月26日、はい、選挙があります。その選挙で初めて、あの、私は大統領に選ばれます。はいはい、選ばれてから、その鈴木総理特使とはお会いしたいというですね、うんうん、これまたプーチン大統領はとっても、あの、見事な返事をされました。うんはい おぶシ総理も分かったということで、まず電話会談を終わりました。うん、そして、3月26日、あの、夫人大統領が圧勝しました。はい、翌27日、夕方で5時頃でしたか、あの、電話しました。はい、まあ、2回ともこの電話、私立ち会ってますけれども、うん、おぶシ総理が、大統領の当選を思いぞと。つ、うん、いては1月にも話したが、鈴木特使を派遣したいと。 ついては日程を決めていただきたいと、はい。すぐ派遣するようになるということを言われました。はい、でプーチン大統領が分かったと。すぐあの返事をすると。言ってくれましてですね。はい、あの、2>, <お>2時間もしないうちに、4月4日、午後3時、クレムリンで鈴木 胸を総理特使をお迎えしたいという返事がありました、はい、結構近い日程ですねはい、はい、そこで私は25日のけ27日の決定ですから、はいはい、すぐ準備に入りました、はい、ところが